皆さんおはようございます。今日はいつもより遅い朝です。ももちゃんとしんちゃんが飼い主の膝にいましたが、ももちゃんが移動しちゃいました。今日の北海道は雨です。この時期に雨は珍しいですが、最近ちょっと気温が高いので嬉しいです。飼い主はアイコンタクトでももちゃんを誘ってます。通じてくれたのか、また近くに来てくれました。銀次郎も近くに来てくれました。今日も朝からニャンニャンズに囲まれて幸せな飼い主です。今日飼い主は家のお掃除をしたいと思います。その後は猫たちとまったり一日過ごしたいと思います。今日お仕事の方もいらっしゃると思いますが、お休みの方は何をして過ごされますか？お仕事の方は今日も頑張ってくださいね。そしてハチくんはまだ寝室で寝ているようです。ハチを探してます。布団がぐちゃぐちゃでお見苦しいですが、あ、ハチくんがいました。今日はお寝坊ハチくんです。ももちゃんも様子を見に来たのかな。お寝坊ハチくん、かわいい鳴き声してます。それでは今日も皆さんにとって素敵な一日でありますように。